壁をすり抜けてなんか異世界へ行きましょうかと、ちょい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 つく読みに切り替えたらこれいけるんやなかろうか。あ、そういうことか。うわ、なんか今お供妖怪が完全にさ、境界線越えたよね。ほんで切り替えたら移動できたよね。そういうことか。なるほどですね。これは興味深い。いや、こののぼせとんまん線なんですけど、なんかさ、お風呂のその桜の湯で、境界があるじゃないですか。取り付ける、その、なんちゅう、ウォッチャーとかが来る場所には普通行けないけど、なんかお供妖怪がババってこう行ったタイミングで外に出れるやんっていうね。メインキャラ、操作キャラは外に出れないけど、他のお供妖怪は外出れるやんみたいな。で、切り替えたタイミングで外に行けるということは、更衣室とかなんか他のいろんな場所に行けるってことだよね。これは興味深いっすね。ちょっといろんなとこ行ってみたいやん。でもなんか移動するまで時間があんまりないから、もう鬼ダムとか回収せずにズバーッとこう一気に外へ行く作戦で行きましょうか。のぼせとんまんをサクッと倒していく。もうエンマだようでサクッと倒していく。レベル99のエンマだようでサクッと倒していく。火炎斬り火炎斬り火炎斬り回避からの真相から、まあ、直撃してもそんなダメージ大したことないけどね。これノーマルモードのボスコンボだからね。はい、サクッと倒しましたとは。追いかけるぞ、ポポポポポー。のぼせとんまん最初はかなりってことだったけど、慣れてくるとだいぶ楽だよね。しかもこれノーマルモードだしね。なんかボス戦の時はレベル制限とかがあるから、これおすすめレベル20とかでも多分レベル30ぐらいしか実際は力出せないって感じですけど。タコ殴りのぼせとんまん、タコ殴りのぼせとんまん、桜の幽霊。あ、ちょっとね。では行きましょう。サクッとのぼせとんまんを倒してほいで、周りの場所へ行ってみたーい。ポンポンポン。一応更衣室は一箇所だけっぽいよね。周りサーチしてみましょうか。なんかここすごく広くて、お庭っちゅうかさ、外にも行くことできるんだよね。外にもなんか温泉あんの？外に行くことできるのかな、もしかしたら。外にも行ってみたいですよね。乙女妖怪が行けるんだったら、行けるかもしれないね。外も興味あるし、あと、あ、トレジャー田中とかもおるわ、外に。ちっちゃい子とかもおるね。外行ってみてー、この桜の湯。はい、ケータ来ましたと。なんか、ウォッチャーに取り付いたらいけんのかなーとか思いきや、いけないんだよねー。まあ、もちろんいけないと。で、興味あるのが、2か、ここですよねー。この更衣室どうなってんのって話だよねー。この更衣室がかなり興味あるよね。どうなってんだ。あ、夏目が来た。これ女子更衣室なみたいな。更衣室は、2箇所ないんだよな。1箇所なんだよね。みんな、同じところで着替えてるんですか男女兼用で着替えてるんですかここ。どういうことなんですか謎ですよね。2箇所あるもんだから。でも昔は、割と、混浴って感じしたよな。昔は混浴の場所も結構ありましたよね。普通に。最近はそういうのないけど、サクッと倒しますせー。新速アタック。火炎斬り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 。のぼせとんまんの、あ、なんかチャンスタイムが2種類ぐらいありますよね。水ぶっかけるタイミングと、あとじっちゃん、ボボ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 ボ。めちゃくちゃ近いぜ、回避。ズボボ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 ボ。チャーンス、アタックチャーンス。エンマないように切り替えて、もうこれで決めちゃおう。最後は必殺技決まるかな。ダンマ滅却アギト。で、この後ですよ、鬼玉を無視して、それでこのセントのところ抜け出す。
乙女妖怪頼む。乙女妖怪、乙女妖怪外に出えへんのかーい。なんで出ないの。のぼせトンマンを倒しまして、ほいで味方みんな引き連れてこう行くわけですよね。みんな来て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 、みんな来てこっち来て、みんな来て走って、みんな来て来て来て、外出へんかな、外出てくれへんかな。あ、カエラ、カエラ、カエラ出た。あー、外出たけど難しいね、これ難しいね。どうやって外出すの、味方どうやって出すの。でも確実に乙女妖怪は外に出る。これまあ普通にバグだよね。3発だな、3発でのぼせトンマン倒せられたな。これあれだな、メインミッションののぼせトンマンで十分だわ。なんかあのボス戦しなくても全然いいね。最初のチュートリアルのところ、ダメージがすごいねこれ。1159とかだよ、メインミッションののぼせトンマンのやつ。すごすぎるダメージが。ワンちゃんに切り替えたら、のぼせトンマンがめっちゃ鬼玉出してくれるかもしれん。のぼせトンマン待ってよー。行くぜ。ワーン、ワーン、ワーン、ワーン。なんか効果がいまいちわからなかったな、ワンちゃん。ありがとな。なんか普通のバトルの時にワンちゃん吠えたらめっちゃ鬼玉ドロップするよね。ボロボロボロってね。行きましょう、メインミッションののぼせトンマンとバトル。多分一撃か二撃ぐらいで倒せると思うんだけど、ボス戦ののぼせトンマンぼちぼち強いけど、メインミッションののぼせトンマンかなり序盤っていうかチュートリアルぐらいの感じだからめっちゃ弱い気がする。レベル制限ないもんね。行きまーす、エンマライオーでカスっていく。3発ぐらいで倒せたかにゃ。で、この後ですよね。この後、乙女妖怪を連れて、行く行く、これで切り替える。そして、銭湯へ走る。残り5秒、銭湯到着。これが銭湯ですよ。うわ、すり抜ける、すり抜ける。どこやねん、ここ。すり抜けるやん、めっちゃ。どうなってんの？壁すり抜けたんやけど。そんなことある？でも禁断の銭湯の更衣室に入ることができましたね。あと外にも行ってみたいってなるけど、もう一回銭湯の更衣室行ってみたいな。とにかくあれだね、時間が短いから超高速で移動しないとだね。しゃきましょうか。これコツとしてはやっぱり速攻で走っていく。あー、場所爆発のこうだな。で、止まらない方がいいよね。止まらない方がいい。ここで。で、切り替えて入っていく。残り5秒。こっち向きに入っていくと、何これ？通路あるんやけど。え、何これ何これ？一応なんか、さらに奥へ進めれるようになってたね。何やったんや、あの空間は。はや、奥が深いわ。途中で止まっちゃったけどな。さっきでも壁すり抜けたよな。庭とかにも行ってみたいしな。やば、さきましょう。みんなついてきて、頼んます頼んます。あー、いけるかな、いけるかな。鍵下ろち行きましょう。残り5秒。左奥に入るとこんな感じ、ロッカーみたいになってるけど、壁をすり抜けてなんか異世界へ、異世界へ。なんかめっちゃ青空広がってましたけど。外に出たんかもしれないですね。やばすぎるね。なんか見たことない景色だったんですけど。めっちゃ面白いな。これ多分皆さんもできるんで、ぜひ挑戦してみてください。でもこれ真似してたらまたゲームバグるかもしれないから、真似しん方がええかもしれんね。なんかこう、
ゲームバグっても大丈夫な方、自己責任で皆さんやってみてください。ということで今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。